はいどうも皆さん、こっちこんばんは、ダストです。ということで、第18回目のダステンラジオやっていきたいと思います。でもって今回のテーマはクリスマスということで、こちらの動画が配信されるのも12月24日の21時、夜ですね、うん。クリスマスイブということで。果たして、まあこの時間帯にこの動画を見てる人がいるのかどうなのか。いたんだとしたらばよっぽどの暇人だなと、思うところなんですけれども、まあ、社会人でも一応24日は振替休日、祝日ということで、まあ休みなので、本当はね、まあカップルだとか家族だとか、その辺だと楽しんでるんじゃねえのかなと、ような感じなんですけれども。まあとりあえずやっていきましょうかね。はい。クリスマスに思い馳せることもあんまりないんで、ちゃっちゃと本題の方に入っていきたいと思います。ということで YouTube のコメントからレムさん、レムのサンタコスが見たいということで、お前がレムだろ、お前がやってくれ。見たいっつって他力本願じゃねえかよ、俺も見たいです。次次はモフモフハズキさん、こんにちは。ダストさんは社会人とのことで質問です。学生の頃はだいたいクリスマス前から冬休みに入るので問題ないと思うのですが、社会人になるとクリスマスが平日ということもありますよね。そういった時、社会人カップルとかはクリスマスをどう過ごすのか聞きたいです。例えば、今年は25日が平日ですが、24日は祝日なので前倒してクリスマスをやったりするんでしょうか、ということで、まあ先ほどもちょっと、冒頭で言ったんですけれども、多分そうじゃねえのかなと思いますね。まあ、うちの場合は、それに加え、遠距離というのがありますので、まあ24日、25の日は、まあ会えない。ですけれども。で、女の方も、家族たちと、温泉旅行に行くっていうような感じのことを言ってたんで、クリスマスに。まあ、もう全然っていう感じなんですけれども。だから、オイラの場合は前倒しではなく、後回しですね。はい。31と、12と、まあ、デートしますので、31の日に、クリスマスもどきの、まあ、ケーキを食ったりだとかなんだとかする程度のことなんですけれども、まあ、そういうのをやって、同じ日に、まあ、大晦日、お正月を迎えるようになると、いう感じの流れになるんじゃねえのかなと、はい、思っております。ただ、まあ、社会人の方はですね、まあ、仮に平日であったとしても、有給という素晴らしい、機能がございまして、まあ、この日休みますと、前もって言っておけば、休みをもらえたりだとかなんだとかするので、まあ、それまでに自分がやらなくちゃいけない仕事だとかなんだとかっていうのをすべて片付けて、休ませてくださいと、有給取ります、有給くださいっつって言えば、お休みが取れますので、そういうのを、まあ、使う場合もあるんじゃねえのかなっていうような気はします。ということで、次は、ダスナークロスさん、まさか彼女さんとクリスマスにアーナナイトを楽しむ予定はないですよね、ということで、ないんですね。そうなんです。ないんですよね。まあ、単純にクリスマスが平日っていうのもあるんですけれども、先ほども言ったように、遠距離ですので、なかなかそういう予定のすり合わせができねえと。で、加えてさらに、家族で温泉旅行に、彼女さんは言ってしまうので、いつもしている、ビデオ通話ですね。そちらの方もワンチャンできねえんじゃねえのかなと。思っておる次第で。ございますので、私ダストはですね、一応、まあ、友人たちから、まあ、クリスマスパーティーみたいなことやらねえかみたいな感じの、お誘いを受けておりまして、気が向いたら行くわ、みたいな。感じの、状態になっております。はい。なので、まあ、当日あまりにもぼっちが寂しいなと思ったらば、まあ、友達のクリスマスパーティーに混ざるなり、気が向かなかったらば、一人、パソコンに向かってですね、何か、クリスマスに対して愚痴をこぼしてるだとかなんだとか、してるんじゃねえのかなと、はい、思っております。ということで、次は、ですね、我らが絵師、サビさん。ですね。私はクリスマス含む前後約1週間は卒展、過去卒業制作展ですと。皆様ぜひお越しくださいと言いたいところではありますが、見バレが激しいですね。本名も漏れなくバレちゃいますねと。そもそも地方なのでこれなさそうですねと。じゃあなんで言ったっていう話なんですけれども、おいらも DM で、一応こういうのがありますみたいな。ね、案に、
来ますかみたいな感じの、お誘いをいただいたんですけれども、まあ、やっぱり遠いので行けなくてですね、一応22日から26日までだったかな、はこの卒展というのをやってるらしいです。はい。でまあですね、ある情報筋からによりますと、このサビさんですね、天使のような容姿をしてるらしいのでこんなこと言っていいのかな、怒られちゃうかもしれないんですけれども、天使のような、要望をしてるらしいので、気になる方はですね、まあ、卒展とともにちょっと、あ、もしかしてあれじゃねえかなみたいな感じで、覗きに行くと、近い方はですね、覗きに行くと面白いかもしれませんということで寂しい、怒らないでくださいということで、次は、のりたやすよさん、1週間のうち7日すべて仕事やプライベートで忘年会の週がありました。今年すげえな1週間まるっとかい、今年はもう忘れすぎたはずなのに、まだまだ忘年会があって自分の存在すら忘れそうですと。そうなんですよね、もう何回忘年会やれば済むんだっていう気がする話なんですけれども、で、クリスマスですが、ちょっとびっくりした、して面白かった思い出を。数年前にクリスマスイブからクリスマスにかけて寒空の下、街灯で上半身裸で聖剣好きをする人を初めて見ました。ほう、聖剣好き。聖剣好きではなく、聖剣好き。なんですかねを眺めてましたと。お、なるほど。最近はあまり見かけないのですが、どうしてるんでしょうねと。ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、下にまとめのリンクを貼っておきますね、ハートと。ということで、こちらを見てみたら本当に聖剣好きでしたね。聖剣好きの方ではないと。何なんですかね、クリスマスイブから、クリスマスの朝にかけて、あるいはどうなんだろう、クリスマスの夜もそうなんですかね、なのか何なのかはわからないんですけれども、まあ、生の6時間でしたっけ、何時間でしたっけ全然そういうのには疎いんで、知識が全くないんですけれども、まあ、要は聖剣好きをする男女がいるというのを、男女外でそういうのを繰り広げてたとかって、そういうわけではないんですよね。実地外の聖剣好きではないっていう解釈でよろしいですかね。で、それを眺めてたと、いうことで、まあ、確かに、そういうのがあったら俺もベランダから眺めてるかもしれね。はい、ということで、まあ、ユニークなクリスマスを過ごされたと。で、そういうのが、まあ、なくなってしまったっていうのは、まあ、確かに寂しい話ではあるのかな。はい、まあ、今年は、のりたやすよさん自身が、聖剣好きができるように、祈っておりますということで何の話だって感じなんですけれども次は時矢助蔵さん、ある意味大人たちからするとクリスマスも大変なイベントですよねと。私は体験談を書かせてもらいます。私には息子と娘の2人の子供がいたのですが、普通の家庭では どのくらいから親がサンタなのだと明かすのか、悩んでいました。こちらの動画多分子供はあんまり見てないことを祈っております。はい。子供によってはよその子から、真実を教えられたり、ある年齢に達したら親が教えたり、あるいはテレビやネットから自然と知ることになると思うのですが、娘の方は幸か不幸か、中学校に上がるまでサンタを信じていたように思いますと。お、結構長いですね、そう考えるとね。俺だとどれぐらいだったかな、もう小学校低学年ぐらいには割かしっていうような感じだった気がするんですけれども、はい。兄である息子は、早くから気づいていたようですが、妹の夢を壊すまいと気を使ってくれていましたし、私たち夫婦もそれでいいと思っていたのですが、中学生でもサンタを信じてるとなると、さすがに周りからバカにされやしないかと私から明かしました。あー、なるほどね。今でもこの時期になるとこれで良かったのかと悩みますが、娘に特に責められることもなかったので良しとしております。もしダストさんに子供ができた場合はどのあたりで明かしますか、またダストさんはどのあたりで真実を知りましたかということで、まあ、どのあたりで真実を知ったかは、まあ、小学校低学年だったんですけれども、まあどのあたりで明かすかどうか、これなかなか確かに難しいことではありますよね。で、まあ先ほど言ってたように、学校の友達づてで、真実を知るパターンっていうのもあれば、まあ今ネットだったらば
本当に不意に、ね、あのツイッターだとか、まあ、この YouTube でもそうなんですけれども、今この脱線ラジオを見て知った人は、ね、もう知ってしまったと思うんですけれども、なかなか、まあ、そういうふうに親の思惑通りには動かないのが子供っていうところではあるので、まあオイラもやっぱり別にそんなここまでね、まあ中学校に上がったから教えた方がいいのでは、まあさすがに中学か、中学生になってもまだサンタさんね、今年は来てくれるかなみたいな、純粋無垢で可愛らしいんですよ、すげえいいなと思うんですけれども、やっぱりそういうね、周りの子たちの目っていうのもありますので、恥ではないとは思う、恥ではないんですけれども、まあやっぱりそういうのをね、好き好んでいじっていくのが中学生だと思うので、まあ中学に上がるまでには知っててほしいかなと、教えるというよりは知っててほしいなと、思いますかね、おいらは。はい、ということで、次は藤宮蘭さん、ごめんなさい、テーマクリスマス、クリスマスにいい思い出があまりないですね、高校時代にクリスマスに振られるっていう体験をしてからずっとイメージが悪くて、結婚するまでは仕事ばかりしていましたと、今は子供たちが作るケーキを食べたりサンタ的なことをしたりと忙しいクリスマスを過ごしています、ということで、こちらもまあ親目線からのクリスマスですね、はい、まあオイラも別にそこまで今までクリスマスっていうことに重きを置いてた記憶はないので、いい思い出があるかどうかって言ったらば、もうすんげえ過去に遡った、あの家族で過ごしたクリスマスとかさそれぐらいではあるんですけれども、例えばオイラの家族の話ですと、隣アパートに住んでたんですよね、昔あの実家に住んでた頃で、まあ、あのお隣さんと結託して、お隣さんがうちの妹と同い年のお子さんがいて、なのでお隣さんと、まあ、親同士が結託してですね、ピンポンって鳴らして、で外開けたら、まあ、サンタさんはいないんだけれどもプレゼントだけは置いてあるというような感じのことを、まあ、お互いやり合って、あたかもサンタさんはいますよみたいな感じのサプライズですよね。その頃はオイラも、まあ、サンタさんいるっていうのを信じてたぐらいの年齢だったんで、とても楽しめましたね。後から大人になってから、あ、実は多分こういう風だったんじゃねえのかなみたいな感じのことを考えてるんですけれども、まあやっぱ親っていうのはね、クリスマス日本に限ったことではあるんですけれども、これ家族で過ごすっていうのはなかなか、日本に限ったことではあると思うんですけれども、まあクリスマスってなるとやっぱり子供が期待する、一番下手すると期待するイベントごとではあるので、親目線から言うとやっぱりクリスマスっていうのは忙しいイメージ、だし、このさ、何なんだろうね、あのクリスマスに振られるっていう体験、まあオイラはないんですけれども、結構聞くんですよねなんでなんだろうね、そういうジンクスがあるのかな。例えばオイラがの女が住んでるところで言うと、あるイルミネーションだとか、七夕祭りだとか、そこをカップルで行くと別れるっていうジンクスがあるらしいんですよね、っていうのと同じで、クリスマスにももしかしたらばなんかそういうジンクスがあるのかもしれないですね。はい、俺は誰だっていう話なんですけれどもジンクスとか全くね、気にしない側の人間なんですけれども、もしかしたらばそういうのが、あったのかもしれないですね。はい、せいやせいやということで、次は、半熟もののけんぽこさん、今回ちょっとやべえな俺なんかね、何が言いたいのか分かんないんですよね。あのクリスマスっていうと、あの皆さんのイメージだと結構オイラってあのクリスマスとかさ充実してるイメージに見えてると思うんですよ。だけれどもそうではないんですよね。本当に一般ピーポー
なので、なんかクリスマスに特別な思い出があるだとかさ、毎年楽しいクリスマスを、送ってるだとかさ、そういうのなくって、特に去年とか、まあいい例なんですけれども、クリスマスなのに普通にぼっちだったと。なので、なんだろう。クリスマスがテーマだからといって、まあ、言って先週ね、皆さんお待ちかねのクリスマスをテーマにっつって言っときながらなんなんですけれども、クリスマスって何なんだろうね。なんかクリスマスがテーマであれば面白いこと言えるかなってちょっと思ったんですけれども、思ったほどオイラにクリスマスに思い出という思い出がなくて、どうしても過去の家族絡みの話に遡ってしまうと。で、まあ、やっぱり27年間生きてればそれなりにね、お付き合いだとかなんだとかあって、クリスマスを過ごすっていう話もあったんですけれども、特に大した、大きい思い出も何もなく、政権好きをするっていうこともなく、やってきましたので、なんだろうな。クリスマスだからといってみたいなところがあるんですよね。で、ね、半熟物のケンポコさんつってオイラの話になってるからちょっと申し訳ないなって感じなんですけれども、これがね、リアルタイムで撮る、生放送ではないんですけれども、ノーカットでお送りするのが、一応ダステンラジオではありますので、このグダグダ感がダステンラジオだと思ってほしいんですけれども、オイラですね、子供の頃から、12月25日クリスマス、クリスマスプレゼントってあんまりもらった思い出がないんですよ。サンタさんっていうのは信じてたんですけれども、まあそれでもやっぱり小学校低学年 1,2 年生あたりですね、っていうのもなんでかっていうと、おいらクリスマスプレゼントがなかなかもらえねえぞということで、あれそこまで俺悪い子じゃねえはずなのになと疑い始めたところからの、まあ小学校低学年あたりなんですけれども、クリスマスプレゼントってあんまりもらったイメージがないし、それに加えて、まあ特にクリスマスで過ごすカップルに対する思い出っていうのもあんまりないのでのでなんだって話なんですけれども、そこまで言うほどのリア充生活をこれまで送ってきたかっつうとなかなかなく、何か面白いエピソードがあったかっていうとそれこそなかなかなくね、乗田康代さんのように窓からね、政権好きを見るとかっていうエピソードも特になく、本当に語れることって言ったら先ほど言った、お隣さんと親同士が結託して、サンタさんを模してクリスマスを、まあ、一緒に祝ってくれたというぐらいでなんで、なかなかね、こううまく掘り下げられないというか、なんというかね、グダグダな感じなんですけれども、まあ、これがダステンラジオということで長らくお待たせしました、半熟物のケンポコさんです。クリスマス街を歩いているとカップルが必ずイチャイチャ、イチャコラしていますが、あれはキリストの誕生を祝う記念日なんですよと。キリストの誕生日は不明、これは最近分かったこと、最近っていうほど最近でもないんですけれども、最近分かったことで、一応12月25日はキリストの誕生日ってことになってるんですけれども、講義の意味では、その頃はですね、誕生日を祝う習慣っていうのもなく、誕生日を記録するっていう、あれもなく、誕生日だからといって、何か特別なあれがあるわけでもなくだったんで、キリストの誕生日が本当に12月25日かっていうのはわからないんですよね。だけれども、まあ一応クリスマスはキリストの誕生日であるよと、まあ、キリストの誕生日を祝う記念日なんですよということで、イチャコラするのは勝手ですが、キリストの誕生記念ということを忘れずに、全国のイチャコラカップルめということなんですけれども、まあ、まずオイラから1点だけ、半熟物のケンポコさんということです
ね、まあオイラの知る限りの情報ですと、半熟者のケンポコさんはですね、まだ、彼女さんがいない状態なんですよね、うん、なので、まあキリストの方にちょっと重きを置きたくなると思うんですけれども、やっぱりね、彼女ができるともうキリストのことなんてどうでもいいよとなっちゃうんですよ。はい、ね、なんだろうな、ミサだとかなんだとかさ、礼拝だとかなんだとか言ってミサ見ると、別に俺はキリスト教徒とかなんだとかってわけでもなんでもないんですけれども、なんかね、子供たちが歌ってるのを見たりだとかなんだとか見てるとあーっていう感じになるんですけれども、特にキリストされどキリストみたいなうんみたいなさ、うん、まあキリスト教徒であればキリストの誕生日を祝えばいいし、彼女彼氏ができればね、まあ日本ならではですよ、それこそね、教会に行ってどうのこうのっていうのが、海外ではわりかしメジャーの方なんですけれども、まあ日本ではまあカップルと過ごすね、聖夜と聖剣好きという日でもあるので、まあ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 、半熟者のケンポコさんも、まだまだお若いので、ね、オイラからするとまだまだ若いので、これからですね、はい、まあ1年2年後3年後何年後になるか分かりませんが、彼女さんをこしらえて楽しい聖夜をお過ごしいただければなと、キリストのことなんて忘れてねこんなこと言ってるとね、そういう方たちに、宗派の方たちに怒られそうな気もするんですけれども、まあオイラはどこの宗派にも属してないんでね、まあ、知ったことかよってキリストよりも女だよっていう話なんですけれども、はい、まあやっぱり恋人ができればね、恋人とせっかく過ごせるイベントごと、楽しめるイベントごとなので、まあそれぞれ楽しめばいいんじゃねえのかなと、うん、特にこういう実況者さんだとか、YouTuber の方々、配信者さんたちですねは、クリスマスになると、いかにもぼっちですよみたいな感じのさいかにもぼっちですよみたいな感じの、ね、サンタクロースのコスプレだとかトナカイのコスプレをして、面白おかしく盛り上げてくれるんですけれども、俺たちは仲間だぜみたいなさことをしてくれるんですけれども、まあやっぱりカップルもいるということなんで、まあどっちに属するかはわからないんですけど、皆さんが、まあ皆さんそれぞれ、楽しいクリスマスを過ごしていただければなと、はい、思います。ということで、やっぱり長くなりましたね22分今現状30秒ぐらいということで、まあ前回ちょろっと言ったんですけれども、ダステンラジオですね、名ばかりのダステンラジオ、ダスト10分間ラジオということで、まあもう全然10分に収められる気がしないので、今回からですね、まあもう今までもだったんですけれども、今回からもうほぼほぼ公式で、まあ10分間っていうのはもう無視して10分間にまとめられればいいなみたいな、うん、まあそういう感じで、放送していきたいなと思いますので、話したいだけ話してね、はい、やっていこうと思いますので、今後もよろしくお願いいたしますということで、次回はですね、まだテーマ決めてなくて、というかですね、次回は何月何日になるの、1月にはならねえのか、あ、12月31日ですね、月曜日、うん、最終日大晦日ということなんで、この日はちょっとオイラもさすがに忙しくて、撮影してる暇がおそらくないと思いますので、ちょっとお休みをいただきまして、多分普通のゲーム実況か何かは上がってると思いますので、そちらの方をお楽しみにしててください。冬休みということなんで、まあ冬休み企画ですね、冬休みらしいかどうかは別として、まあそういう連休にかけて、まあ何かちょっと特別なことをやれたらなと思いますので、まあ冬休み中はお楽しみくださいということで、とりあえず今回のダステンラジオここまでにさせていただきたいと思います。とりあえずなんで次回は、1月の6日じゃない7日7日ですね、うん、7日の日に、第19回目ダステンラジオになります。はい、で、テーマの方はですね、
おそらく月曜日、YouTube のチャンネル登録欄か何かで、テーマは何々です文章で、おそらくお届けしますと思うので、お楽しみ、そこにコメントをいただければいいかなと思います。ということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画がラジオが面白いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回も楽しみに。バイバイ。